今、ダイナプリオ事務所の前です。大変な報道陣にお伺いしております。たった今、鳩山邦夫さんが離党を表明しました。もうすぐその記者会見を行われると思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日午後に離党届を書きまして、秘書に党本部に持ってってもらいまして、そのことに関して大島幹事長からお電話をいただいていろいろお話をして、離党が受理されたというか分かりませんが離党しました。で、理由はもう一言で言うと、やはり西郷さんに潔かなって言ってもらいたいような、そういう行動をしたい。自民党に迷惑かけたくない。自民党を敵にするわけでもない。要するに自民党にも姿勢はあったけれども、自民党の最大の失敗は政権を取られたことで、今のように非常に社会主義的色彩の強い、だからばらまきもそうだし、外国人の地方参政権もそうだし、夫婦別姓もそうだし、教育なんかぐちゃぐちゃになってくるし、